白坂慎太郎です。このチャンネルは社会の付加価値を最大化し続けることで子どもたちに明るい未来を渡すために、経営者の方へ事業戦略の知識を企業分析を通じて共有している番組です。今回のテーマです。今回は GMO インターネットを通じてですね、親子上場についての学びというのを深めていきたいと思います。で、結論は、投資家にとってのメリットは基本的にはないと、要するに親子上場というのは投資家にのための制度ではないというのが今回の結論になります。はい、では以後ですね、学びを深めていきたいと思います。で、まず GMO インターネットとはどのような企業なのかということなんですけれども、はい、1991年設立ということで、もともとは株式会社ボイスメディアという会社で創業が行われているということですね。いわゆるこう出会い系ですよね。男性と女性が出会うための出会い系のコンテンツを提供していたということですよね。NTT とかを通じてのダイヤル Q2 を使ってのですね、男性と女性の出会いの場を提供するためのコンテンツっていうのを最初は提供していたというのがもともとだったということですよね。ただそれがいろいろこうね、社会的に問題視されるようになって、事業転換というのを図ったということで、1995年ですね、称号をインターキュー株式会社に変更ということで、ここからインターネットに、GMO インターネットは、舵を大きく業態変換しているということですよね。だからもともとはボイスメディアというですね、男性と女性の出会いを、仲介するような、そういう、サービス、っていうのを行っていたんだけれども、そこが、社会問題的に問題視されるようになって、NTT側もそれをサービスとして大きくダイヤル Q2 っていうのを制限するようになって、そこから、この GMO インターネットはインターネットの方に大きく舵を切ったというのが1995年ということですね。で、ここからちょうど時代の波に乗るということで、IT バブルで一気に業態が大きくなっていくということになります。なので、そういう意味では日本国内のインターネットの草分け的な企業の一社ということですよね。はい、ということで、結局上場が1999年ですね、当社株式がジャスダック市場に上場ということで1999年に上場したということです。結局、まさに IT バブルが1999年ですよね。で、2000年に IT バブルが崩壊してますので、まさにその1995年から1999年という時に、一気にグッと大きくなった、企業の一社ということで、ソフトバンクとか楽天とかサイバーエージェントとか、あの辺の本当に IT 企業の草分け的な企業の一社ということですよね。ネットは25年以上ということで IT バブルを経てインフラ業界を牽引ということですよね。ネットインフラっていうのが元々のそのインターネットに業態を変換してからの元々の創業になるということですよね。最初はプロバイダー事業って言って、要するに個人とですね、それからインターネット空間をつなぐ仲介役ですよね。プロバイダー事業っていうのから始めて、そこからサーバーですよね。要するに、顧客のためのデータ管理のサーバーですよね、を提供して、そしてその後ドメインですよね、今度は住所ですよね、HTTP で始まる住所を提供するというインフラ事業、ネットインフラ事業っていうので、始めていって、その分野に関しては現時点でも業界1位ということですよね。はい、ということで、IT バブルを乗り越えて、今に至るということです。1995年に IT に、インターネットに舵を切って、そこから、2000年まで大きく、成長して、そこで IT バブルで1回株価が100分の1ぐらいまで、要するに 23,250円っていうのが232円ぐらいまで、100分の1に一気に株価がドーンと落ちて、そこから 100分の1から今度は10倍になって、今この動画を撮っている時点で3100円みたいな、そういう歴史を持っている企業だということですね。
はい、ということで、GMO インターネットということで、上場子会社9社持つ総合ネットグループ、サーバーや金融強い暗号資産仮想通貨事業もということで、インターネットインフラが売上の 62% で利益率が 12% ですね。これが素業でもあり、主力でもあるということですよね。で、インターネット広告メディアっていうのが売上の 19% で利益率が 1% ですね。で、そしてインターネット金融っていうことで売上の 15% からで利益率が 34% でその他、ということになっています。で、売上の主力っていうのはネットインフラということですよね。見ていただくと、2015年の第1クォーター第1四半期がですね130億、一番下の一番濃い青がネットインフラということで、これが2015年の第1クォーター第1四半期で売上が130億です。それが最新の2020年の第4クォーターですね、第4四半期だと335億ということになっていますので、約3倍近くですね、成長してきているということですよね。で、その上のグレーの、濃い青の一つ上のグレーのものっていうのがネット広告メディアということで、ネットに対して、例えば、GMO はですね、ブログもやってますけど、ブログサービスですよね。ジュゲムというブログサービスもやっていたりします。それがメディア事業ですよね。あとネット広告っていうのは、そのお客さんの代わりに広告運用をするという事業ですけれども、こちらの方が、2015年の第1クォーターで売上116億が、最新の2020年第4クォーターで124億なんで、結局この、ですね、期間ですよね、5年強っていうのはあんまりこの事業っていうのは伸びてはいないということですよね。で、その上の水色の部分ですね、水色の部分はネット金融ということで、ここはですね FX の取引、ネット証券、それから株式取り、市場ですよね、株式の取引ですよね、こういわゆるネット証券業というのをやっています。一回実は GMO はこのネット証券は完全に一回撤退してるんですけど、もう一回同じ会社を買い直して再参入してるという状態ですね。だから一回ネット証券っていうのは撤退してるんですよね。うまくいかないということで、結構競合も強いんで、 SBI とか楽天とか、松井とか、あとはネックスとか、結構強いんで、だから最初 GMO はネット証券挑戦して一回撤退して会社を売ってるんですよね。売ってるんですけど、売った会社をもう一回買い直して完全子会社にでして今に至るということですよね。だからそういうネット証券事業ということで、2015年に売上が75億第1クォーターですね、ですけれども、今最新の2020年第4クォーターでは売上が60億ということで、ここはもう完全に成熟してしまっているということですよね。FX の取引量は GMO が1位ということなんですけれども、FX っていうのはちょっとこうね、株式に比べるとかなりこう限られた市場なので、やってる人の数が違いますよね。動いてる金額は大きいですけれども、やってる人の数が小さいので、やっぱ株式市場の方が実際は大きいですよね。そうするとやっぱ SBI とか楽天とか松井とかネックスの方が、ネット証券という意味ではやっぱり GMO よりは強いという言い方ができると思います。あと暗号資産ですね、旧仮想通貨って呼ばれていた事業ですけれども、こちらを4本目の柱として伸ばそうとしていて、ですね、直近では2020年第4クォーターで売上で27億ということになっています。なので、4本柱って言われてるんですけど、ネットインフラ、ネット広告、そしてネット金融、そして暗号資産ですね、4本柱って言われてるんですけど、売上の主力っていうのは素業でもあるネットインフラということですよね。インターネットに最初に参入したのが、プロバイダー事業だったんで、要するにこうパソコンとインターネット空間をつなぐというプロバイダー事業だったんで、そこから派生したドメインとかサーバーとか、こういったものっていうのが、もともとの、インターネット参入の、きっかけの事業でもあり、なおかつ現在の主力でもあるということですね。逆にそのネット広告とネット証券の方は、依然として売上は上がってるんですけれども、はっきり言って成熟してるというか、ちょっとこう競合他社に
対して、まあ、勝つことができなかった、まあ、要するに1位は取れてないということですよね、まあ、ネット広告で1位は取れなかった、そしてネット証券でも、まあ、FX に限定すれば1位は取れたんですけれども株式市場という意味では取れてないということで、まあ、この 2事業に関しては、まあ、1位が取れなかったということで、まあ、実質、事業としては成熟しているという言い方ができると思います。はい、ということで、まあ、主力は、ネットインフラなんですけど、そのネットインフラっていうのをもう少し、詳しく見ていくと、まあ、アクセスと決済が伸びてるということですよね。一番主力のネットインフラだけを今度は、詳しく見ていった場合、一番下の段の、濃い、まあ、グレーですね、がアクセスということです。これが、まあ、いわゆるこうプロバイダー事業ですよね。要するにこう、一人一人の個人とか法人がインターネット空間につながる時のその仲介をやってる。要するに個人のパソコンとかスマートフォンが、まあ、結局、インターネット空間につながるための、まあ、仲介ですよね。プロバイダー事業っていうのをやってる、まあ、それをアクセスっていうふうに分類してるわけですけど、このアクセスっていうのが、まあ、2015年の、ね、第1クォーターだったのが、売上が23億だったのが、まあ、2020年第4クォーターで110億なんで、まあ、約5倍近く4倍強5倍弱ぐらい伸びてるということですよね。でドメインっていうのは、まあ、住所ですよね。インターネット空間の住所ということで、まあ、いわゆる HTTP で始まる、アドレスのことを、まあ、ドメインというふうに言ってますけど、こちらの方は売上の、まあ、15億ですね。売上15億から、まあ、直近で23億なんで、まあ、伸びてはいるんですけれども、そんなに急激に大きく伸びてるという感じではないということですよね。あとはその、その上の青い、濃い青に関してはクラウドホスティングということで、まあ、一番中心はサーバーだと思うんですけど、まあ、サーバーというね、要するにお客さんの代わりに、まあ、データ管理をしておく、データ保存とかデータ管理をする側の、まあ、サービスを提供する側の、まあ、コンピューターですよね。それがサーバーですけれども、まあ、そちらの方は、まあ、第1クォーター、2015年の第1クォーターが34億なのが一番新しい直近で38億なんで、こちらの方も正直あんまり伸びてないと。安定はしてるんですよね。なんですけれども、まあ、伸びてるっていう言い方はできないということですよね。安定して、まあ、維持されてるということですよね。はい、そしてその後の黄色が EC 支援ですよね。まあ、お客さんのですね、まあ、電子商取引ですよね。まあ、インターネット空間を通じた商売を支援するという事業が売上が13億が39億ということで、こちらの方はまあ約3倍ぐらいということですよね。あとセキュリティ管理が売上が9億が14億と。いうことですよね。で伸びてるのは決済ということで、決済は21億が97億ということですから、これは4倍強5倍弱ぐらい伸びてるということですよね。まあ、そういうふうにしてみると、まあ、結局まず GMO インターネットっていうのはネットインフラが主力であって、なおかつそれをもっと細分化してみるとアクセスと決済っていうのが伸びてるということですよね。で基本的にはすごくこう盤石なビジネスモデルを持ってるということですよね。いわゆるこう1年単位のものっていうよりは、こうずっとこうね、蓄積されていくものっていうのが、まあ、売上の主力になっているということですよね。こう1回こう導入すると、お客さんの方、それは個人とか法人両方問わずですけれども、基本的にあんまりこう頻繁に買えないものですよね。ずっとこう使い続けるものです。だからまあね、サブスクって言葉が流行するずっとずっと前から、実質サブスク型の収益モデルになってたということですよね。まあ、例えばプロバイダーとかも一回契約すると、そのプロバイダーを頻繁にこう変更するってことはまずないんですよね。まあ、自分はね、どのプロバイダーを通じてインターネットにまあね、アクセスしてますかって言った時に、まあ、一回契約するともう基本的によほど何か大きな問題があったとか、よほど競合他社がものすごいね、低価格で提供し始めたとかっていうことがない限りは、基本的にはお客さんにとってもう一回別のプロバイダーと契約し直すっていうのはすごくこう手間なので、まあ、いわゆるスイッチングコストが高いというものですよね。なのでそのね、もう一回その解約の連絡をして、新しい別の会社のプロバイダー契約を結び直してっていうのはすごくめんどくさいので、一回こう契約するとずっとその基本的にはインターネットを使い続ける限りは同じプロバイダー経由でインターネットにアクセスし続けるということですよね。だから基本的にずっとこう蓄積型で、過去のお客さん
さんに、追加して追加して追加してっていうことでお客さんが増えやすい、まあ、そういう、ビジネスモデルですよね。だからサブスクって言葉が流行るずっとずっと前から GMO はサブスクっていう、課金モデルになってたということです。でこれはドメインも一緒ですよね。ドメインも、厳密には物理的にはそのドメインをもう使いませんっていうことで、一回こう獲得したアドレスとか、インターネット上の情報、住所ですよね、いわゆるこう HTTP に始まるその、インターネットの上の住所っていうのも、いやもう解約しますと、その住所使いませんっていうことは、まあ、物理的にはできるんですけれども、厳密にそれをやる、お客さんっていうのは極めて少ないということですよね。なぜかっていうと、結局その住所があって、その住所に、まあ、結局、サーバーが提供してくれてるデータがあるわけですよね。だその住所っていう、まあ、いわゆるこう、物理空間に例えると、まあ、土地があるわけですよ。土地があって、その上に上物を建てるわけですよね。例えばホームページだったりブログっていう上物を建てますってなった時に、その住所を放棄するってことは、その上に建てた上物も放棄するってことになっちゃうんですよね。だから要するにホームページとかブログ自体ももう自分の所有物じゃないっていうことになってしまうわけです、ね、だからドメインを取得したってことは、土地を取得したっていう、まあ、土地の住所をした取得したっていうことであり、その住所の上に建てた上物も、まあ、結局その後ホームページとかブログっていう形で、まあ、乗っけていくわけですけど、住所を放棄するってことは、それはすなわちその上に乗っけたホームページとかブログとかも自分のものじゃなくなるってことなので、まあ、はっきり言ってもったいないですよね。せっかく作ったホームページとか、せっかく育てたブログっていうのを放棄するってことは、まあ、めったにないので、ということでいくと、やっぱドメインも一回獲得したドメインであれば、まあ、毎年毎年、まあ、ドメインを更新し続けるという、可能性が極めて高いわけですよね。まあ、そういう、こう極めてこう資産型、蓄積型の、まあ、収益モデルになっているということです。その上のクラウドホスティングも一緒ですよね。こっちの方はサーバーですよね。サーバーで結局お客さんの、ね、データっていうのを、まあ、結局こう GMO インターネットの方がまあ管理してるわけですよね。そこにホームページのデータとかブログのデータとかっていうのがまあ、あるわけですけど、まあ、いやいやもうね、そのホームページ閉鎖しますとかね、削除しますとかね、そのブログはもう削除しますとかっていうのは、まあ、物理的にはできるわけですよ。物理的にはできるんですけど、まあ、めったにないですよね。まあ、基本的にはそのままインターネット上にサイトとかブログっていうのをそのまま置き続けるってことの方が多いんで、まあ、そういう意味では資産化、資産的な、まあ、そういう収益モデル、ビジネスモデルになっているということですよね。はい、まあ、それがすごく GMO の場合は特徴としてあります。だからこう収益源としてはかなり盤石のものをね、まあ、底堅いものを持っているということですよね。まあ、そこがこう GMO インターネットの、まあ、特色というか、ものすごい強力な強みでもあるということですよね。でこれが今一番上の伸びている決済っていうのも同じで、決済の、まあ、例えばクレジットカード決済っていうのを、まあ、一回導入したら、ね、まあ、例えば これは、今伸びてるのは国とか地方公共団体とか大企業ですよね。今まであんまりインターネットで、ね、商品サービスの売り買いをやってなかった国地方公共団体大企業が、まあ、結局こう GMO の、まあ、関連会社子会社経由の、そのクレジットカード決済っていうのを導入したということになったら、まあ、基本的にはよっぽど他の、ね、競合他社が低料金とかものすごい快適なサービスとかっていうのを出さない限りは、やっぱり手間なんで、別の決済サービスに切り替えるっていうのは、だからまあ結局これもストック型の収益モデルになってるということですよね。だからまさにネットインフラという言葉が使われてますけど、インフラ系っていうのは契約してもらえさえすれば、その後ずっと同じお客さんが使い続けてくれることが期待できるので、まあ、結局お客さんの数が毎年毎年増えやすくなってるし、まあ、収益が安定的に、まあ、伸びていきやすい、そういったものを一番売上の 60%、 6割として、まあ、GMO インターネットは持っているということですよね。まあ、ここは大きな特徴でもあり、すごく大きな、強みでもあるということが言えると思います。でグループで10社が上場ということで、すごく珍しいですよね。親会社が GMO インターネットですね。でその下に9社子会社があって、その9社が、上場しているということで、親会社1社プラス子会社9社でグループ全体で10社が、上場しているということです。はい、一番上が GMO インターネットということで、今回やってる、時価総額3997億、ですね。で、その後の下の9社っていうのは全部、子会社になるわけですけど、
ど、まあ、GMO ペイメントゲートウェイというのが、時価総額が、まあ、この、決算資料が、作られた時点では、時価総額1兆1758億ということで、まあ、親会社が 42.3%、株を持ってますということですよね。まあ、だから1兆1758億の 42.3% 持ってるんで、親会社としてはそれだけで4976億の、価値を、まあ、持ってると所有してるということですよね。はい、以下は、まあ、ちょっともう省略しますけれども、まあ、合計で言えば、グループ全体として1兆9246億の時価総額であり、親会社が子会社9社ですね、親会社の、時価総額は抜いて、親会社の時価総額は抜いて、子会社9社の合計として親会社が6709億円分、まあ、株を持ってますという状態になってます。はい、でここでちょっとね、疑問に思いたいところっていうのが、親会社 GMO インターネットは6709億の、まあ、子会社9社分の株を持ってるわけですよ。ってことは単純に6709億円分は、ね、親会社価値があるはずなんですよね。要するにこう財布と財布の中身でよく例えられますけれども、財布と財布の中身っていうのでよく例えられますよね。財布が親会社です。で財布の中身っていうのが子会社の株式ということで考えた時に、ね、財布の値段と、ね、財布の値段って何で決まるんですかって言ったら、財布の中に入ってるお金がいくら入ってるかっていう話ですよね。財布そのものっていうよりも、財布の中にいくらのお金が入ってるかっていうことの方が、まあ、実際は投資家にとっては大事なことなはずで、まあ、GMO インターネットという親会社は例えるならばお財布なわけですよ。でお財布の中には6709億円分の株式が入ってるわけですよね。お財布、親会社 GMO インターネットをお財布に例えたときに、そのお財布の中に6709億円分の株式が入ってるわけですよ。はい、その6709億円分の株式が入ってる親会社が3997億円で、要するに評価されてるってことなので、これおかしいなって感じなんですよね。で約6割しか評価されてない。お財布の中に6709億円分の株が入ってるのに、なんで3997億円の価値なんですかっていうことで、ね、たった6割でしか評価されてないという、まあね、そういうこう不思議な状況っていうのが、まあ、起きていますということです。でこれなんでこんなことが起きてるかっていうことで、まあ、考えられる理由は単純に2つあるということですよね。1つは親会社、つまり今回で言えば GMO インターネットが過小評価されてるわけですよね。いやね、その6709億円分の、ね、価値を持ってるんだったら、6709億円以上の価値が親会社にはあるはずなのに、3997億、つまり親会社が過小評価されているか、もしくは B ということで、子会社が過大評価されているということですよね。要するに、本当は子会社9社は6709億も価値はないんだけど、たまたまこの現時点では6709億で、まあ、9社合計が評価されている、つまり子会社の方が過大評価されているっていう、まあ、基本的にはこの2つっていうのが考えられます。でこれに関してはちょっと今回学びを深めていきたいと思うんですけど、その前にもっと大事なことですよね。そもそもね、ただそもそも論として、一応そもそも論をやってからもう一回ここに戻ってきますけど、そもそも論として親子上場っていうのは制度の歪みだということが今回のまあ結論なんですね。要するにこう、ね、合法なんですよ。合法なんです。合法なんですけど、これは明らかに制度の歪みであるというふうに考えます。株を売り出す企業側にとってはメリットはあったとしても、投資を検討する投資家にとってはメリットが基本的にないということですよね。だから例えば GMO ということで、親会社1社、子会社9社、合わせてグループで10社上場しているわけです、ね、それは株を売る側の企業、まあ、今回で言えば GMO グループですね、にとってはメリットはあったとしても、投資を検討する投資家にとってはメリットは基本的にないというのが今回の結論ということになります。で親子上場、もし企業側から見た場合ですね、親子上場を企業側から見た場合、子会社を上場させるたびに資金調達ができます、ね、要するに子会社の株を親会社が持ってるわけです。子会社の株を親会社が持ってます。でも親会社が持ってる子会社の株を一部売るわけですよね。売るってことは株式市場に子会社の株を売るわけですから、売れたら売れた分親会社は資金調達をすることができます。でこれが親子上場の企業側にとってのメリットですよね。
親がこの株を持ってます、この株を一部市場で売ります、売れた分 親会社はあの、ね、資金を調達することができるわけです。でこれは企業側のメリットということです。 で実際やるやらないはともかくとして、理論上はまあ無限に、まあ、そういう意味では資金調達をすることができるということですよね。要するに親会社が子会社の株を売ることで、ね、資金調達できます。ところが子会社が株式市場でかなり割安で評価されてしまいました。そしたら割安で評価されてるっていうことで、ね、親会社が子会社を一回また買収でこう完全子会社化しちゃうわけですよ。でまた市場の評価が高くなった時にまた上場させると、子会社を上場させると、そしたらまた資金調達できますよね。だから高くで売って安くで買い直して、高くで売って安くで買い直してっていうことが、まあ、理論上は無限に繰り返すことができるということですよね。まあ、これを実際やるやらないっていうのはちょっとね、道徳的とか倫理的な問題がありますけど、理論的にはできるということですよね。で高くで売って安くで買い直して、高くで売って安くで買い直してってことでいけば、何回も一社の子会社で、まあね、資金調達をすることができる。もっと、端的に言うと、まあ、利益を出していくことができると、いうことがあるということですよね。まあ、だからこれが親子上場の、まあ、企業側の論理であり、まあ、親売り出す側の企業側のメリットにもなっているということですね。で親子上場、今度買う側の投資家なんですけど、子会社の株を買う、もしくは買うことを検討する投資家なんですけど、子会社に対しての権利がないんですね。まあ、日本語を正しく使うならば、ね、少ないっていう書き方が正確な書き方なんですけど、実質ないって考えていいということです。その株主が企業に対して持ってる権利っていうのは、大きく分けると人とお金に対する議決権なんですよね。人とお金に対する議決権っていうのが、まあ、要するに株主が持ってる企業に対しての権利ということになります。人っていうのは結局取締役を承認するしないということですよね。だから例えば取締役会が新しい、ね、取締役、次の1年間はこのメンバーが取締役として候補として選任しましたということで、まあ、で選ばれるわけですよね。で 株式会社っていうのは最高議決機関っていうのは株主総会なんです。だから株主総会でじゃあこの取締役は承認するとか否認するとかっていうのは選べるわけですよね。でもっと言うならば、もし 51% 以上株を持ってるということであれば、まあね、いやこっちのねこの人はいいんじゃないかっていうことを、まあ提案することができるということですよね。だから一つはその株主が企業の所有者オーナーであり、オーナーの代わりに誰に経営を委任するかっていう取締役を、まあ、選任するってい こう人に対する議決権っていうのがまずあります。株主の、まあ、権利ですよね、持ってる権利です。でもう一つはお金ですよね。まあ、結局企業は売上を上げて経費を使ってで利益が残ります。で最終当期純利益っていうのをどういうふうに、まあ、分配するかって言った時に、まあ、企業に全額ね内部留保するのか、それとも配当として一部還元するのかって言ったね、その最終利益っていうのをどういうふうに、まあね、使うのか、それをこうどういうふうに承認するのかっていうお金に対しての議決権っていうのがあるわけですよね。いやもっと、ね、配当で還元してほしいとか、いやこれは企業の成長のために、ね、全額内部留保して企業の方で使ってほしいとかっていうお金に対しての議決権っていうのを、まあ、株主っていうのは持ってるわけですよ。株を持ってるってこと、株を持ってるってことは人に対する議決権、取締役のに対する議決権とお金に対する議決権、最終利益、当期純利益をどういうふうに使うかっていう、その人とお金に対する議決権を持ってるはずなんですけど、親子上場の場合は子会社に対しての権利がないんですね。まあ、厳密に正確な日本語を使うならば少ないっていう言い方の方が日本語としては正しいんですけど、実質ないわけです、ね、なんでかっていうと、基本的に後でもう一回確認しますが、株の 33.4% 以上を持っている親会社がいた場合、まあ、結局それより少ない少数株主は決められないんですよね。基本的に 33.4% で、まあ、結局会社の中で特に大事な特別決議っていうのに対しての拒否権っていうのが持てます。そのある一社、ある一社の株を 33.4%、 つまり3分の1以上を持った場合は、その企業で一番大事なことを決める特別決議に対しての拒否権っていうのを持てるんですね。 33.4% 持ってると、そうなると結局親会社が 33.4% を持ってしまっていると
と、まあ、結局一番大事なことっていうのは全部親会社が、ね、拒否権を使って、ね、自分たち の、の判断で拒否権を使えるんですよ。で誰かが拒否権を持ってて いるってことになると実質何も決められないんですよね。まあ、すごく分かりやすいのはあの国際連合とかっていうのがね、一番分かりやすいですけど、国際連合の中の安全保障理事会って言ってアメリカ、イギリス、フランス、中国、ロシアですよね。あの5カ国は常任理事国っていうことで、あの5カ国だけは拒否権って持ってますよね。だから、ね、拒否権を持ってるってことは、ね、結局他の4カ国で、ね、こういうふうに決めたいと思います、賛成です、議決したいと思いますって言ったとしても、アメリカが拒否権使ったとか、ね、もしくは旧ソ連が拒否権使ったとかっていうふうになって実質何も決められないわけですよ、1カ国が拒否権を持ってるとね。だから結局拒否権を持たれてるってことは本当に重要なことっていうのを実質決めることができないってことなので、だからもし親会社が 33.4% つまり3分の1以上持っていた場合は、少数株主はそういう本当に大事なことっていうのを決めることができないんですよね。だから権利が、まあ、本当は、まあ、日本語の正確な言い方としては少ないって書くのが正確なんですけど、実質ない、実際的にはないっていうことなわけです。まあ、それがもうね 51% 以上親会社に持たれてるってことになると、もう何を決めるってなっても結局親会社が多数決で勝っちゃうんで、だから本当の意味でないということですよね。実際はあったとしても実質ないということです。でもう一つの、ね、投資家にとってのマイナスっていうのは、まあ、一つ目のマイナス、親子上場が、ね、株を買う、もしくは買うことを検討している投資家にとってのデメリットの一つっていうのが、子会社に対しての権利がないっていうことと、もう一つのデメリットっていうのは、子会社が多ければ多いほど複雑になり企業分析の煩雑さが増えるということですよね。だから GMO って言ってもね、10社分析しないといけないとかっていうことが起きてしまうわけです。でこれが1社だけ、親会社だけが上場してるってなれば1社の企業分析で済むわけですけど、ね、これが10社上場してるってことになると、極論10社企業分析しないといけないということになりますよね。なので、まあ、基本的には、ね、その企業がもうより複雑に見えるし、実際企業分析する側のまあ煩雑さが増えるということですよね。だからまあ親子上場っていうのはそういう意味ではその株を買う側の投資家ですよね。いわゆる 親会社以外の、ね、少数株主にとってのメリットっていうのはまあ実質ないということですよね。 なぜ親会社1社だけの上場じゃないんだということにしかまあならないということです。でもし投資家のことを考えるんだったら、親会社3分の2以上を売り出す必要があるということです。さっき、申し上げたんですけど、3分の1以上親会社が持ってると、もう拒否権持ってるんで、特別決議が全部親会社の意向で、まあ、通る通らないが決まっちゃうんですよね。だからもう実質、ね、もし、ね、本当に投資家のことを考えるんだったら、いやもうこの子会社は親離れさせますと、ね、親離れさせますと、もうこれは市場にお任せしますということで、3分の2以上を売り出して、ね、結局その、ね、もう市場の判断で、まあ、いわゆる人とお金に対しての議決権も、まあ、渡す必要があるわけです、ね。もう取締役は株式市場の投資家の皆さんにお任せしますとか、ね、その最終利益、当期純利益の処分の仕方については、ね、もう一般の株主にお任せしますと、もう親会社はこの子会社を完全に手放しますと、親離れさせますというのであれば、3分の2以上を売り出す必要があるわけです、ね、そうすると親は3分の1以下しか持ってない、わけですよね、まあ、3分の1未満しか持ってないという状態になれば、まあ、別なんですよね、まあ、そうなると子会社も上場投資をするしないの、まあ、検討する判断材料の、一社にはなるわけです。しかし実際上に3分の2以上が売られることっていうのは極めて稀なんですよね、まあ、本当に少ないということです。大抵の場合は親が3分の1以上持ってる状態で子会社が上場するという場合が圧倒的に多いということです、ね。親会社自体もね、この子会社は伸びると、ね、親会社自体もこの子会社は今後も伸び続けると確信している場合、その子会社の議決権を3分の2以上も手放すことっていうのはまあ稀なんですよね。やっぱりそのすごい有望な子会社であれば、やっぱ親会社はその、ね、議決権っていうのを持ち続けておきたいというふうに考えるんで、だから結局その、ね、親が3分の1以上持った状態で子会社が上場してくるわけです。そうする
すると、ね、その会社の子会社の株を買うってことは、まあ、実質その人とかお金、取締役の選任とか、最終利益の処分に関しての、まあ、議決権を持たない株を買わないといけないということになるので、まあ、だからすごくやっぱ投資家少数株主にとってはやっぱすごく不利な案件になってるわけですよね。まあ、そういう意味で親子上場っていうのは、まあ、はっきり言ってその、ね、投資家にとってのメリットっていうのはほとんどないと、もう基本ないということですよね。なんで基本っていう言葉をつけたかっていうと、まあ、物理的に親会社が3分の1も残さない、もうかなり大部分を、ね、3分の1も残さない、3分の1未満しか残さないで大部分を売ってくれれば、まあ、また、投資を検討する投資家にとってのメリットっていうのも生まれてきますけれども、まあ、そういう事例っていうのは極めて稀なので、ってなると親子上場って一体誰のためなんでしょうねと。で、少なくてもその株式市場とか投資家のにとってのメリットってほとんど考えられないですよねということになるということですよね。はい、ということで、まあ、そもそも論として親子上場というのは制度上の歪みということが言えると思います、ね。まあ、合法なんだけどなんで合法として認められてるんでしょうねということですよね。だから違法じゃないわけですよ、ね。どんだけでも子会社を上場させても違法ではない、合法なんですけれども、それって一体なんで合法なんでしょう、なんで認められてるんでしょうっていうね、こう昔からの慣習でしょうかみたいな感じだということですよね。で、企業とか証券会社とか取引所ですよね、東京証券取引所みたいな、そういう株を売る側にとっての有益性っていうのはありますね。結局子会社が上場すれば、まあ、証券会社っていうのはその上場を支援したということで手数料入ってきますし、取引所も入ってきます、手数料がね。だから子会社が一社上場した、また子会社が一社上場した、そのたんびに証券会社は手数料が入ってくるし、東京証券取引所なんかも手数料が入ってきます。で、企業は何回でも子会社の株を売ったり買ったりすることで資金調達を図るってこともできるし、まあ、いわゆる売却益っていうのを取るっていうこともできるということですよね。だから株を売る側にとっての、まあね、有益性っていうのは親子上場っていうのはあるんですよ、間違いなく。でも株を買う側にとっての投資家って、じゃあなんで、その子会社の株を買わないといけないんだと、しかもその議決権がね、まあ、弱い、もしくは実質ない、子会社の株をなんで買わないといけないんだということを考えたときに、まあ、有益性はもうね、基本的にないですけど実質ないという言い方をしていいと思っています。なので、まあ、親子上場している企業に対してはもうね、シンプルに親会社への投資を検討するか、それとも投資そのものをもうグループそのものに対しての投資を検討しないかっていうのの基本的には委託ということですよ ね。例外的に親会社がほとんど議決権を持たない子会社ってなると、まあ、例外がありますけど、それってすごく、実際は少ないんで、ほとんどの企業っていうのはね、やっぱり子会社、ほとんどの子会社っていうのは親会社に3分の1以上持たれてるんですよね。ってなれば、もう実質その一般投資家が考えることっていうのは、親会社に投資を検討するか、それとも投資そのもの、もうそのグループそのものには投資をしない、もしくは投資を検討しないというそのまあ二択になるというのがまあ大前提ということになります。はい、それで、まあ、今、そもそも論をやったんですけど、もう一回その GMO インターネットに戻ってきた場合に、じゃあ、まあ、この GMO インターネットへの投資っていうのを、まあね、判断する、それを、そのための企業分析をするって言ったときに、じゃあ、親会社は6709億円の資産を持ちながら、なぜ3997億で評価されてるんでしょうと、なぜ約6割の評価をされてるんでしょうというところに、まあ、戻っていきたいと思います。で、考えられる理由っていうのは、まあ、親会社が過小評価されているのか、それとも子会社が過大評価されているのか、まあ、基本的にはどちらかというのが考えられる、どちらかもしくはどちらもっていうことが考えられるということですよね。で、まず親会社が過小評価されている可能性なんですけれども、まあ、親会社 GMO インターネットで気になる点っていうのをね、ちょっと3つぐらい挙げてみたいと思いますが、その気になる点の1個目としては、安定的な収益源を持っているにもかかわらず利益剰余金が割合として少ないということですよね。実際この企業というのは1991年創業ですから、まあ、約30年やってるわけです。で、インターネットっていうのが1995年に、ね、参入してますので、まあ、インターネット参入後でも25年以上
上経営してるわけですよね。ってなったら、じゃあその過去30年過去25年でのその利益剰余金って一体どれぐらいね、積んできてるんだろうっていうことを見ると、まあ、269億なんですよね。上から3番目、株主資本、資本金、資本剰余金、利益剰余金っていう上から3番目の右側ですよね。269億というふうになっています。で、創業30年、ネットに参入して25年で269億というのがこの GMO インターネットのがグループとして今まで積み上げてきた利益剰余金ということなんですよね。ちなみに総資産はいくらですかって言ったら1兆なわけです。1兆円ですよね。で、1兆円なんですけど、そのうち5500億っていうのは顧客からの預かり資産です。で、要するにこう GMO っていうのはグループとして証券もやってるんですよね。ネット証券もやってます。だから FXとか、株式とか、もしくは暗号資産とか、お客さんから預かってる資産っていうのが、まあね、GMO グループにとっては負債という形で計上されているんで、だから1兆円のうちの5500億円っていうのはまあね、負債で計上されてるとしても実際はお客さんの資産を預かってるだけなんで、まあ、返す必要がないわけですよ。でも、まあ、その 1兆円から5500億を引いた4500億が仮に資産だったとして、4500億の資産のうちの利益剰余金が269億ということで約 6% ぐらいしかないんですよ ね。だから4500億の資産の中の269億ということで、実際はその GMO インターネットっていうグループ会社が持ってる、総資産の約 6% ぐらいしか利益剰余金っていうのがない。つまり過去30年過去25年で積み上げてきた金額っていうのが、まあ、割合として少ない。額としては269億っていうのは決して少なくないですけど、割合として4500億の資産のうちの 6% しか利益剰余金が積まれてないっていうのが、まず割合として少ないっていうのが気になるところです。この GMO っていうのはね、一番最初の方で申し上げたんですけど、ビジネスモデルとしてはかなり盤石なんですよね。一回ね、契約したらなかなかお客さんがそのスイッチングコストが高いことによってサービスを切り替えないっていうビジネスモデルをいっぱい持ってるわけですよね。プロバイダー事業だとか、ドメインだとか、サーバーだとか、決済、だとか、もう一回こう GMO で契約するとずっと使い続けるであろう、そういうこう盤石な、いわゆるサブスクモデルを持ってるにもかかわらず、過去25年30年で積み上げてきた利益剰余金が総資産の約 6% しかないということですよね。まずこれが気になるということです。はい、それから気になる点の2なんですけど、短期借入金による増加分しか現預金が増えていってないということですよね。これがなんか創業したばっかりのベンチャー企業でイケイケで、とにかくどんどん資金調達をしてるっていう企業だったら別なんですけど、もうかれこれ設立して30年、インターネットに参入して25年なんですよね。しかもビジネスモデルとしてはいわゆるサブスクの ものすごい盤石なネット基盤、ネットインフラ事業っていうのを柱にしてるにもかかわらず、毎年毎年短期借入金をしているということですよね。1年以内の返済のお金っていうのを借りているということです。なので2019年は結局424億借りてる。2020年は553億ですね。553億借りてます。で、じゃあ2019年で現預金いくら増えたんですかっていうと、160億しか増えてないわけですよ。424億1年以内の短期借入金っていう形で借りてきてるのに、実際は160億しか現預金が増えてないっていうことですよね。だから短期借入金の分も使ってしまってるということです。で、2020年の場合は短期借入金が553億借りてきてるんですけれども、1年間での現預金の増加額っていうのが589億ということで、まあね、短期借入金で借りてきた分ぐらいしか現預金が増えなかったということですよね。まあ、結果貸借対照表の方で短期借入金っていうのが、ね、2019年の時点で、まあ、累計で1175億で、2020年の時点で累計で1693億ということで、まあ、短期借入金がとにかく増え続けているというのが、まあ、気になるということですよね。なんであんなに盤石なビジネスモデルを持っているのに、収益源を持っているのに、短期借入金という1年以内に返済する借入金がどんどん増えていってるんだろうというところが気になるということですよね。
はい、そして GMO インターネットで気になる点の3なんですけど、自社株買いによる株主還元に力を入れ出しているということで、2015年はまあ配当のみでしたと。で、2016年から水色の薄い部分が出てきたわけですね。自己株式取得額ということで、まあ、22億自己株を取得して焼却しましたと。で、2017年は 11.8 億取得して焼却しましたと。で、2018年は自己株買いはしてません。この年はね、暗号資産事業で、ね、特別損失っていうのを出してるんで、実質赤字だったんですよね。だから、この年は、資金的に、資金っていうか決算書上、余裕がなかったということで、自己株買いはしてないと。でも2019年は31億で、2020年は 31.6 億、自己株買いをして焼却しましたと。しかもさらに追加で 61.7 億、取得していて、そちらの方も、この決算を発表した時点では、焼却してなかったですけど、実質焼却するということを明言しているということです。こう、自社株買いっていうのによる株主還元に力を入れ出しているということなんですよね。これっていうのはこう、ね、一見なんかすごくこう既存株主を大事にしているように見えるんですけれども、これは実は錯覚なんですよね。錯覚、配当とか自己株買いで、結局議決権の割合が増えるということで喜ぶっていうのは、いわゆるこう、ね、投資家にとっての錯覚による株主還元なんですよね。実際の本当の株主還元ではないわけです。実際の株主還元ではない。実際の株主還元っていうのは配当をたくさん出すこととか、自社株買いをして焼却して既存株主の議決権の割合を増やすこととか、ましてその、ね、株主優待を充実させることとか、そんなの全然本質じゃないんですよね。むしろ本当の投資家だったらその3つはいずれも嫌がるはずなんですよ。配当をたくさん出すことも嫌がるし、その自社株買いで、結局自社株買いをすることも嫌がるし、まして、株主優待とか充実させるっていうのは本当の本物の投資家だったら嫌がるはずなんです、それがこう喜ぶ株主がいるっていうのは本当にこう 株式投資っていうのを表面上だけでやってるっていうことですよね。で表面上だけで株式投資を捉えてるっていうのはどういうことかっていうと、自分っていう投資家と企業っていうのが完全に別物だって分離しちゃってるわけですよ。で表面上の株式投資をやってる人っていうのは、自分は投資家ですと、相手は企業ですと、で相手の企業と自分っていうのは、別物なんだというふうにこう分離してるんですよね。だから自分と企業が分離してるんで、だから企業が配当を自分に出してくれたとか、別の存在である企業が自分に配当を出してくれたとか、自分とは別の存在の企業が、例えば自社株買いをしてくれたとか、株主優待を配ってくれたとかって言って喜んでるわけですよ。要するに企業と自分が分離しちゃってるわけですよね。別物だって捉えてるわけです。その別物だって捉えてる表面上の株式投資をやってる人にとっては、あ、配当今回はたくさん出してくれたとか、株主優待を配ってくれたとか、自社株買いをしてくれたっていうことで喜ぶわけですよ。だからこれはあくまでも表面上の 株主対策である株主還元なんですよね。本質じゃないわけですよ。本質ではない。本質は何かって言ったら、全額内部留保で将来の持続的な成長のために全額事業投資してほしいっていうのが本当なわけです。なぜかっていうと、本来企業っていうのは株主のものなんですよね。企業っていうのは株主のものなわけですよ。だから貸借対照表には株主価値って書いてあるわけです。で、企業が持ってる純資産はほぼイコールで株主価値ってなってるわけですよ。だから企業っていうのはそもそも株主のものであり、企業と株主が分離してないんですよね。一体なんですよね。だから企業のものイコールそのものが 株主のものなわけですよ。だったら株主のものなんだったら、そんな余計なものにいちいち経費を使ってほしくないわけですよ、例えばその配当を出せば、配当を受け取ったらそれ全額、株主の利益にならないですよね。配当益を払わないといけないわけですよ。だからその例えば配当でもらったら、その配当の2割は、いわゆるこう税金として払わないといけないわけですよね。だから実質資産が減っちゃうわけですよ。企業が内部留保してくれたら税金払わなくて済むわけですよ。要するに配当による益に対しての
税金払わないといいわけですよね。もうインカムに対しての税金払わなくていいわけですよ、ね。もし企業が内部留保してくれたら。でも企業が配当で株主に返したら、入ってきたお金に関しては税の対象になるんですよね。配当に対して2割とか税を払わないといけないわけですよ。だから実質資産が減っちゃうんですよね。で、これが実質資産が減るってことに気づかないのは、企業と自分、株主が分離してるからなんですよ。企業は企業、自分は自分って言って分離してるから資産が減るっていうのが見えないわけですよね。でも、もし企業ってそもそも株主のものだよねっていうふうに分離してなくて一体だっていうふうに見れてたら、単純に国とかに払わないといけない税金分、資産が減るっていうことがまあ見えるわけですよね。だから株配当って別に喜ばしくないわけですよ。株式投資って配当目的でやるっていうのはあんまりこう賢くないんですよね。そう、配当のたびにまあ税金が一部かかっちゃうし、ね、配当だけで投資した株価っていうのを回収しようと思うと、実質かなり難しいんですよね。その配当がね、その配当利回りみたいなのがやっぱりね、そんなに高くないんで、株式っていうのは。だから、もう株式っていうのをやるっていうことになると、もう企業価値を上げてもらって、株の価値を上げてもらって、まあ、自分のタイミングで結局まあね、まあエグジットするっていうか、まあ、要するに売却益を得るというのが、まあ株式投資の一番のまあ醍醐味なわけですよ。自分が投資した株っていうのが100倍1000倍1万倍になったということで、ね、早い段階で株を投資してたんで、結局その企業の価値が上がって、企業の所有権である株の価値が上がった。だから10倍100倍1000倍になったと、それが株式投資の一番の醍醐味なわけですよ。で、それを期待して株にお金を投資するっていうのが一番の本質なわけですよね。だから配当に出せば、配当として、受け取ったら結局総資産が減るってことなわけです。実際は国とか地方公共団体に税を一部払わないといけないんで、その払わないといけない税の分、資産が減っちゃうんですよね。だから本当は配当っていうのは喜ばしくないわけですよ、ね。で、自社株買いっていうのも、自分の要するに会社の現預金っていうのは株主の現預金なんだから、株主の現預金で、ね、その自分の会社の株を買うっていうのも、お金の使い方としては本質じゃないわけですよね。もっと事業を伸ばすためにお金を使ってほしいわけですよ、どうせだったら、ね。そしてまして株主優待なんて、そんなところにお金とか時間とか経費を使わないでくれと。で、会社の現預金っていうのは株主の現預金なんだから、その株主の現預金を、そんなね、株主優待とか、そのわざわざ経費になるようなものには使わないでくれっていう、もうすごい日本独特の謎の制度ですけど、株主優待とか ね。それってなんで成り立っちゃうかっていうと、企業と株主が分離してるんですよね。株主の方が、企業って自分のものだっていう認識が弱いんですよ、ね。だから企業と株主が分離しちゃってるんで、だから企業から株主にこうね、返してっていう感じの株主還元になっちゃってるんですよね。本質はそこじゃないんですよ。本質は企業ってそもそも株主のものだから一体なんですよね。だから企業が自分の企業が持ってる現預金っていうのは、すなわち株主の現預金なわけですよ。で、企業が持ってる資産っていうのは株主の資産なんですよね。それが分かってれば、結局この自社株買いをやるっていうのは、あくまでも表面上の株主還元ですよね。なんかこう自社株買いしたら、ね、既存株主の議決権が増えるっていうのに、表面上喜んでくれる人だけのための対策でしかないっていうことですよね。そんなお金があるんだったら、もしかして経営陣でもこれ以上このグループって伸びないって判断してるのかっていう、風にしかまあ見れないということです。で、もし本当に経営陣が自信があるんだったら、ね、配当ないですと、株主優待ございませんと、ね、そして自社株買いもやらないですと、ね、全額、ね、この事業をさらに伸ばすために、ね、再投資させてくださいと、事業をもっと伸ばすんで、事業をもっと伸ばしますんで、だからこのね、株主の皆さんの大事な資産である現預金を、ね、この事業を伸ばすために全額再投資させてくださいっていうのが筋なんですよ。で、そうやって、まあ、Google とか Amazon とか Facebook とか、ね、Apple とかは伸びていったわけですよね。で、株主は納得するわけですよ、ね。自分よりもっと、ね、自分がお金を使うよりも、経営者がこの事業を伸ばすために、ね、
全額再投資した方がきっと資産価値は増えるんだろうということで、もちろん配当なしでいいですと、ね、配当なんかもらったって、ね、20% ね、その税を払わないといけないから逆に資産減っちゃうと、まして株主が還元なんかで、ね、その経費を余計な経費使わないでくれということですよね。自社株買いも結構ですと、ね、とにかく、ね、もし自信があるんだったらその事業に再投資して、その事業を伸ばして会社の企業価値を上げて株主価値を上げてくださいと、私たちの資産をすごく増やしてください、大きくしてくださいっていうのが筋なんですよね。なのに、ね、GMO の場合は2016年以降、まあ、自社株買いをやって焼却をしているということをやってるってことは、これ表面上の株主還元、株主対策をやってるし、もしかしてその GMO インターネットは経営陣はもうね、そのグループ全体が、ね、本当の意味で成長企業とは見てないのかと、成熟し始めてるっていうふうに見てるのかとも解釈しかねないということですよね。だから気になるということです。でまあ、子会社を次々に上場させて資金調達をすることができるということですよね。 GMO というのはグループで10社、子会社9社上場しています。上場するたびに親会社が持っている子会社の株を売れるわけですから資金調達できますと。で資金調達した資金の一部で自社株買いをすると、要するに子供の会社、子会社の株を子会社の株を売って資金調達をします。入ってきたお金で親会社の自社株を買いますっていうことは、成長のための攻め重視から株価維持の守りっていうふうに、まあ、見えなくはないということですよね。子会社の株を売って親会社の株を自社株買いするわけですから、これ株価維持なんですかねというふうに見えなくもないということですよね。で親会社 GMO インターネットで起こってることはっていうことなんですけど、まず安定収益がありますと。だから GMO ってめちゃくちゃビジネスモデルとしては強いんですよね。ものすごく強いです。収入型じゃなくて資産型なんですよね。ストック型のビジネスなんですよ。いわゆるサブスクっていう、ね、モデルですよね。で1回、こう GMO グループ経由でプロバイダーになってもらったら、もう基本ずっと GMO がプロバイダーで、お客さんのプロバイダーであり続けるし、1回 GMO 経由で、例えばドメインを取得したら、基本的には毎年1年に1回ドメイン代を払い続ける、サーバーを、借りたらサーバー代を払い続ける、1年に1回毎年払い続ける。で今度決済システムっていうのを GMO グループ経由で、決済システムを入れたら、基本よほど、ね、何か大きな問題が起きたとか、競合他社が圧倒的に魅力的なサービスを提供したっていうことがない限りは、 GMO が提供する、決済インフラっていうのを使い続けるってことは、 GMO は一回契約してもらえればお客さんって右肩上がりで増えていくのが当たり前のビジネスモデルになってるし、収益が増えるのが当たり前のビジネスモデルになってるんですよね。だからそういう意味では、そのビジネスモデルとか収益源っていう意味では GMO ってめちゃくちゃ強いわけですよ。ものすごい盤石のものを持ってるんですよね。安定収益があるわけです。なのに、成熟し始めてるんじゃないかということですよね。だからその、ね、例えばプロバイダーだとか、ね、もしくはまあサーバードメインですよね。特にまあプロバイダーの方はね、数字を見ると伸びてますけど、サーバーとドメインの方は意外と伸びてないということですよね。あとはネット広告とかあんまり伸びてないですよね。そういう意味で成熟し始めてるんじゃないか。ネット証券の方も FX は1位なんですけど、全体の売上とか、っていうのを見るとはっきり言って伸びてないわけですよね。まあ競合他社、例えばSBI とか楽天とか松井証券とかマネックスとか、まあそういったところにはっきり言ってもう負けたって言ってもまあ過言ではないと思います。まあ、そういう意味ではね、安定収益はあるんだけど、まあ、サーバードメインは成熟し始めてる、伸びがちょっと、ね、弱いと、鈍化してるということですよね。で第2第3の事業の柱を育てるべく積極的に投資してきましたと。要するにネットインフラ以外の第2、例えばネット広告だとかね、もしくは運営 EC の運営支援だとか、もしくはネット証券だとか、そういう第2第3の事業の柱を育てるべく積極的に投資してきました。だけどネット広告、それからメディアですよね、例えばブログサービスとか、あとは金融、ネット金融ですよね、ネット証券などでなかなか1位が取れないと。ネット広告1位は別に GMO じゃないし、メディアも1位じゃないし、ネット証券もね、まあ FX に限定すれば1位ですけど、株式投資まで入れると1位
じゃないですよね。そういうふうに考えるとなかなか1位を取れず、ね、収益源の柱となってないということで、ネットっていうのはとにかく1位かどうかっていうのがものすごい大事なんですよね。ものすごい大事です。1位はね、なんか1位総取りっていう感じで、まあ、結局ね、使う商品サービスっていうのは1位企業のものを使いたいっていうのが、まあ、ネットは特に強いんですよね。いわゆるネットワーク効果って呼ばれているもので、まあ、例えば LINE みたいなアプリとか、もうね、みんなが LINE 使ってるってなると自分も LINE を使った方が、ね、多くの人とね、つながることができるんで、圧倒的に便利なんですよね、お客さんにとってね。なんかね、こう世界の中でものすごい少数の人しか使ってないアプリよりも、ね、みんなが使ってるアプリの方が、自分が一回導入すれば、ね、結局それで例えば LINE ユーザー日本国内8000万人とかと、まあね、使える、コミュニケーション取れるわけですよね。情報交換できるわけですよね。そういうネットっていうのはネットワーク効果っていうのがすごく大事なので、みんなが使ってる商品サービスっていうのを自分も使いたいっていうものなんですよね。だから基本的には1位総取りになりやすいわけですよ。だから1位だと圧倒的に高収益になりやすいわけですけど、1位じゃないってなると、なんか2位、3位ってなんか順位としては惜しいんですけど、でも実際はすごく圧倒的な差がついちゃうんで、2位とか3位って高収益の柱にならないんですよね。GMO が最初のそのね、ドメインとかサーバーとかっていうのがなんで強いかって言ったら、それは1位だからなんですよ。ね、そのドメインも1位、サーバーも1位、だから強いわけです。だからすごい収益が高収益の柱になってるわけですけど、その後の広告とかメディアとか金融っていうのは1位が取れてないんですよね。1位が取れてないってことは高収益の柱にはなってないということです。結果、たくさんの子会社でいろんな事業をやってる割に経費増大分以上の相乗効果が生まれてないという言い方ができると思います。だから毎年短期借入金を増やしていたり、ね、その25年30年やってる企業の割には利益剰余金が積まれていってないということですよね。はい、まあ、6709億の資産を持ってる親会社が3997億で6割の評価になってしまってるということで、まあ、今、親会社が過小評価されてるっていう方を先に見てきたんですけど、まあ、念のため B の子会社が過大評価されてるっていう可能性もまあ見てみたいと思います。はい。で、まあ、一番ね、評価が高いのが、結局この GMO ペイメントゲートウェイというね、企業なんですよね。これは決算が発表された時点で時価総額は1兆1758億。で、親会社が 42.3% 持ってて、4976億っていうのを、まあ、親会社がね、価値としては持ってたはずですよね。はい。そうした時に、まあ、ちょっとね、この決算発表から今の時点で、ちょっと時間が空いてるんで、ちょっと今日数字が変わっちゃってますけれども、まあ、GMO ペイメントゲートウェイということで、まあ、子会社の中でもまあ一番評価が高い企業です。この動画を喋ってる時点で時価総額は9910億という企業ですけど、そのね、まあ1兆1000億が9910億に下がったとはいえですよ、下がったとはいえ、まあ、予想 PER ですね、プライスアーニングレーションということで、まあ、当期純利益の何倍の株価ですかって言ったら 123.89 倍ということですよね。単純に当期純利益の123年分ということです。まあ、日本全体で言えば、日本全体で今この動画を喋ってる時点で20倍ぐらいなので、平均がですよ、日本平均が20倍ぐらいなので、まあ、日本の、ね、平均のまあ、ね、6倍の、ね、成長をしていかない限り、この株価っていうのはまあ、ね、まあ、はっきり言って投資家からすると割に合わない、株価になっているということですよね。だ 日本企業もまあ成長してるわけですよ。成長してるし、成長を目指してますよね。その日本企業全体も成長してる、その日本全体の6倍の、速度で、結局成長しないと、この株価っていうのは基本的に理論上はありえないということになるわけですけれども、まあね、もしかしたら子会社はまだね、かなりこう割高でね、過大評価されてる可能性が高いですよねということですよね。まあ、やってる事業がそこまで最先端じゃないん で、消費者向け EC 電子商取引業者に決済処理サービスということでね、まあ、クレジットカード決済、だから今まであなたの会社とかね、あなたの団体ですよね、要するに地方公共団体とかで、まあ、EC やってないと、要するにネット上のね、売買取引やってないというのであれば、その売買取引で使うことができるクレジットカード決済を導入しませんかという、まあ、そういう事業の、柱なんですけれども、まあ、クレジットカード決済導入っていうのはね、別にそんなにめちゃくちゃこう時代の先を行ってる最先端の事業ではないので、ね、まあ、どっちかって言ったらね、暗号資産とか、ね、もしくはそのバイオとか、あっちの方がよっぽど最先端だったりしますので、そう
ういう意味で日本全体の成長性のさらに6倍の成長性っていうのをこのビジネスモデルで期待できるのかということで、まあ、子会社が過大評価されてるっていう可能性も実はかなりあるということですよね。親会社が過小評価されてる可能性もあるんですけど、子会社が過大評価されてる可能性もあると、まあ、だから両方可能性があるということですよね。でもし子会社が仮に妥当だと、いやいやこのねビジネスっていうのは今からめちゃくちゃ伸びるんだと、ね、いやだからね、いやそのね当期純利益の123年分の利益だったとしてもね妥当だというふうに、まあ、仮に置いたとしてですよ、仮に置いたとして、仮に子会社の評価が妥当だったとしても、現時点で 42.3% の株は親会社 GMO インターネットが所有してるんで、投資を検討するんだったら親会社の方を検討すればいいということです。なんでかって言ったらね、子会社の評価がもし妥当なんだったら親会社に投資する方が割安だからですよね。でどっちみち親が 42.3 持ってるんですよ。だから子会社の株を持ったとしても議決権が実質ないのと一緒なんですよね。なんでかって言ったら親会社が拒否権持ってるからっていうことです。でいざ親会社の意向に反することを、ね、少数株主が結局提案したとしても絶対拒否されちゃうわけですよね。だから実質議決権っていうのは見た目上はあったとしても実質ないわけですよ。で議決権がない株を、まあ持つ理由っていうのが果たしてあるのかっていう話になってくるので、だったらね、その議決権を持ってる親の方をね投資を検討した方がいいんじゃないかっていう話なんですよね。しかも、ね、子会社の方はまあ利益の123年分だったとしても、親の方はまあこの動画を話している時点で40年分ですよね。 PER が40倍ぐらいだったんで、だったらまあはっきり言って、親の方が割安だし、議決権も持ってるしみたいな感じでね、わざわざ子会社になんで投資する理由があるんでしょうかねということですよね。はい、でグループで、まあ、とにかく GMO というのは10社、親会社が1社プラス子会社が9社で合計10社上場してますと。で単純に10社で上場維持のための経費がかかっているということですよね。だ上場って、ね、無料でできるわけじゃないわけですよ。例えば IR っていう投資家向けの、ね、情報公開制度っていうのをやっぱりやらないといけないんで、3ヶ月に1回決算発表しないといけないし、そのための準備とかね、そこに人物お金っていうのが使われるわけですよね。だから、ね、上場してるってことは上場維持のための経費がかかってるわけです。10社で上場してるってことは10社で、ね、上場維持のための経費がかかってると。そこに、ね、例えば3ヶ月に1回の、ね、例えば決算説明のために人物お金っていう経営資源が使われるし、何か IR ニュースとかっていうことで、まあ、企業にとって何かニュースがあったらそれを随時でお知らせするっていう、ね、責任も持ってるわけですよね。だからグループで10社上場してるってことは単純に10社で上場維持のための経費がかかってるわけです。でもし親会社だけが上場会社であれば、他の子会社9社の管理コストっていうのは削減できるわけですよね。でいわゆるその上場維持コストっていうのが9社分なくなっちゃうわけですよ。だからグループ全体の経費は確実に下がるわけです。なのでグループで10社上場してるっていうのは単純に10社で上場維持のための経費がかかっていると。でもし親会社だけが上場会社であれば、他の子会社9社の管理コストを削減できるので、グループ全体の利益率は上がりますよねということですよね。だったら企業が株主のものだっていうんだったら、そっちの方が良くないかっていう話なわけです。だから、まあ、結局果たして誰のための何のための親子上場なんだろうかと、ね、うちの会社はね子会社が9社も上場してますみたいな、グループで10社の上場企業ですっていうのを、まあね、もし主張するアピールするというのであれば、その親子上場って一体誰の何のための親子上場なんでしょうねということです。はい、ということで今回は GMO インターネットですね、親子上場っていうのを、まあ、この企業を通じて、学びを深めていったということなんですけれども、まあ、親子上場、は投資家にとってのメリットっていうのは基本的にない。基本っていうのは親会社が3分の1も持たない、もう大部分を株式市場に売り出すというのであれば、投資家にとってのメリットっていうのも、まあ、生まれてきますけど、まあ、それでそうじゃない限りは基本的にはないということですよね。であればもうはっきり言って親子上場の企業を見つけたらもう単純な二択です。親会社の方に投資を検討するか、それともそのグループ全体に投資を検討しないかの基本的な二択で考えるのが、まあ、論理的だというふうに考えています。毎日更新の励みになっています。高評価並びにチャンネル登録をいただけましたら幸いです。そして4つの特別教材をお受け取りいただくことができますので、 LINE のフォローをお願いいたします。動画講義を最後までご視聴くださり感謝いたします。いつも本当にありがとうございます。